Clouds are forming out like angels laying into the pepper crop. The streets are wide, they are stripped away across the universe. Through the sun waves. こんにちは。ギター弾けたり教室講師の広島です。今回はビートルズの Across the Universe、こちらのギターのイントロパターンを紹介していきたいと思います。ギターはですね、通常のノーマルチューニングから半音下げチューニングとなってます。ですので、全部6弦が E だったら E を E フラットのように、半音下げておいてください。で、このように半音下げチューニングになった状態で最初のイントロパターン、これはですね、キーが D として成り立ってます。で、D のパートでになりますので、実際は D コードで F シャープマイナー、そして、というパートでこのということをやってます。これはですね、解説していくと。キーが D のドシラソというのに対して6度のハーモニーです。ここがこういう、ハーモニーをつけてるんですね。それを、ところでキー、D のところで使ってます。最初ですが1弦と3弦でメロディーを取りますね、2フレット3弦2フレット中指、そして1弦2フレット薬指、そして、右手ですが親指を4弦、そして3弦人差し指、2弦中指、1弦薬指で、最初は3弦と1弦を一緒に1のタイミングですね。で、円で4弦1円、そこからスライド、今度は3弦11と1弦10、これはスライドさせます。で、この時ですが、僕は3弦の11を中指、そして1弦の10フレットを人差し指、これを1 and 2 and のタイミングですね。で、ここですが3弦9フレット、そして1弦9フレット、これは中指薬指で押さえます。で、9から2フレットずらす、7フレット、そして次これですが3弦の6フレット中指、そして1弦5フレット人差し指、そしてここで小指もしくは薬指で2弦の7フレットを足してください。そうするとこうなります、3 and 4 and このタイミングですね。ここまでできたら、あとは F シャープマイナーに、F シャープマイナー普通はこのように6弦からだと鳴らすんですが、今回はですね、このルートマイナーサードに11スもしくはサス4の感覚ですね、音を加えます。タータータ。ですので、ちょっと5弦から取りましょう。5弦の4フレット中指、そして3弦の4フレット薬指、そして、5弦の4フレット中指、そして4弦の4フレット薬指、そして3弦32フレットですね、これ人差し指で小指で3弦の4フレットを足していきます。11スの音ですね。8のタイミング、そして
A コードに対しても A のナインス、この音を加えます。 A コードは5弦開放、そして4、3、2の2フレットですね。これ人差し指で制覇した状態で、加えるのは先ほどと同じ3弦4フレットですね。これは小指、加えて歌の部分に入ります。これがイントロパターンです。ゆっくりやりますね。 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1というイントロです。ちょっとテンポ上げます。このようなイントロパターン。